はいどうも、コカ・コーラマニアユッキーです。今回はですね、コカ・コーラの、コカ・コーラプラスというのが、新商品で出ましたんで、カロリーゼロの、これはトクホのコーラですね。まあ、トクホのコカ・コーラということで、出ました。原材料名が食物繊維と炭酸と、カラメル色素と酸味料と甘味料と、香料とカフェイン。で、容量がなんと 470ml と 30cc 少ないですね。まあ、甘味料が入ってるんで多分まずいと思うんですけど、まあ、一応、ね、買ってみた。多分まずい。俺の予想。乾杯。甘い！甘い！めっちゃ甘い！甘味料のすっごい甘さが突き刺さってきますね。食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする。まずいです。まずい。甘い。甘味料の甘さがすごいですね。まあでも、コカ・コーラゼロよかは、うまいような気もする。ほんのり。ほんのりそこまでコカ・コーラゼロに比べると、まだうまいような気もしないでもないな。まあ俺がコカ・コーラを飲むときは大体こうやって、振ります。炭酸を抜いて飲むという。結構、あるあるなんですけど。炭酸飲料の炭酸を大体抜いて飲むという。すると、まあ、っていうのもあんまり俺炭酸飲料が、好きじゃないというか、炭酸飲料というかね、刺激がね、あんまりよろしくないんですよね。なんで、あえて、炭酸をですね、抜いて、飲むと、意外と、コップに氷バババって入れて、ビャーって、コカ・コーラ注ぐと、だいぶ炭酸抜けるじゃないですか。あれって。あれと同じです。それと同じ、あれです。だからみんな、コカ・コーラに氷入れて飲むでしょ。あれって実際結局炭酸がかなり抜けるんですよ。なんでかっていうと、氷の、表面に、なんていうの、凸凹になるから、それの、あれで抜けるんだよね。落ち着くまで待ちましょう。まあ、でもコカ・コーラもね、案外炭酸抜くとね、そんなに抜け切るとまずくなるんだけど、微妙に炭酸が残ってる、ちょっと微炭酸、超微炭酸になると、案外美味しかったりするんだ。では、いただきます。まずい。まずい。これはあれだ、甘味料の甘さが。でも、ゼロよかはまずくないと思うな。コカ・コーラゼロはね、この世のものと思えないぐらいね、甘味料入ってるからね、恐ろしく甘いんですよ。恐ろしく甘いの上に、まずいっていう、なんか変な甘さがする。最近飲んだやつだと、最近出たコカ・コーラのなんかカフェイン、ノンカフェインってやつ出たんですよ。あれも飲んでみたらね、あれは案外美味しかった。これよりか美味しい。うん。甘味料の甘さがね、そんなになくてね。あれ案外うめえじゃんと思ったけど、あれはあれで逆に、全然甘さがなさすぎて、まずいですね。やっぱり普通のコカ・コーラが一番うまいと思うね。うん。これは二つ星。ご視聴ありがとうございました。